的名主持人小纯正式宣告进军台湾综艺圈。大赏日本小纯经典跑步原汁再现。透过区域竞赛展现小纯搞笑一面，这回来台跟马伊真善伟联手开新节目，请来的嘉宾也很有看头。五月天碰上小纯很妙的组合，多年前因为工作结缘，新节目五月天当然轻易相挺。最好是一边叫李亚摩一边吃臭豆腐啦。哇，这么的臭豆腐，亚摩也吃得了嘞。小纯在日本因为主持风格辛辣，红到台湾，这回跨海进攻台湾综艺圈，主持群台日大合体，节目开播前话题很多。台湾の人が見てても楽しいだろうし、日本の人が見てても楽しいだろうし、なんかこう台湾だけじゃなくて、いろんな国の人が見てて楽しい番組が作っていけたらなと思います。小纯的热情。近期台湾综艺圈星光暗淡，如今综艺圈有日本话题人物小纯，肯定能增色不少。东森新闻林静卓金国 SN 小组在台北报道。